お疲れ様です、ひげおじです。今日はちょっと最近見たですねお芝居の話しようかなと思いまして、コメディートナイトっていうお芝居が、今もやっております。主演は片岡愛之助さん、脇を固めるのはですねダイヤモンドユカイさん、高橋ジョージさん、ルー大柴さん、そして平野綾さんとかね、神山隆二さんとか舞台慣れしている、まあ、演者陣がねもう脇を固め、演出が宮本亞門と。どんな芝居になるのかな。でタイトルからね分かる通りこれね悲劇なんですよ。重苦しいねテーマとかタイトルがあるわけでもなく、純粋にこう楽しめると。まずね演者陣はやっぱもうなんつうんだろう、余裕を感じるところがすごいね。まあ、いろんなこう舞台を踏んでいる、まあ、目の前にお客さんがいるような場所を踏んでいる、まあ、歴戦の強者だらけなわけですよ。もうガチガチにさこう緊張してるさ演技をバシバシ受けちゃうとこっちも緊張しちゃうからさ、もう笑おうにもこうなんかね体が固まっちゃって笑えない、あるんですけど、それがやっぱ全然ないっていうのはあのメンバーだからかなとはちょっと思いました。今回のこのコメディなんですけども、ミュージカルでもあるんですよ。ここで聞いてほしいのは、僕すいません本当ね勉強不足でございました。平野綾さん、いや素晴らしいですね。平野綾さんって声優じゃないですか、ね、声優さんというイメージから言ってしまっていたせいで、僕ちょっとねやっぱね平野綾さんが歌ってもと思ったんですけど、もうねすごかった。ビブラートのこのフワーってワン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 ってね、しかもそれがかすれることなく伸ばせば伸ばすほど力強くなる、あれにはねなるほどなと思った次第でございます。なんかすいませんって思っちゃいましたね。あのちょっと色眼鏡見ていてすいませんでしたって思う瞬間でした。もともとこの舞台っていうのは、まあ、ローマを舞台にしたブロードウェイミュージカルなんですね。それを江戸に移植しました。演出宮本亞門さんっていう作りになっているので、いかにこう日本受けするコメディに変えていくのか、そしてローマをもともと舞台にしていた多分なんだろうなこう奴隷みたいなものをでっちっていうのにこう置き換えて、でそれがこう自由を得るためにでっち暴行をしているお店の若旦那の恋を成就させる、そんな喜劇なんですけれども、アドリブだろうなっていうところがね随所にあってね、これがまたねうまく指すわけですよ。役者陣が楽しんでる感がすごいよね。元平成ジャンプの内くんっていう方が若旦那役で出てるんですけど、そういうのに感化されてたのかな。その内くん自体もすごく伸び伸びと、でちょっとあの自分もアドリブぶっ込んでみたりとかして、で周りがそれを受け止めたりとかしている。すごい見終わった後にねすごい気持ちいい感じで帰れる、いい作品でございました。でねもう一個ねちょっと得したなと思ったのが、たまたま見に行った回の終わりにトークショーが特別にこう用意されていて、出演していたダイヤモンドユカイさん、高橋ジョージさん、ルー大柴さん、これがまたねずるいわ。みんなねもう離れしてる方々なんですけれども、一つ言えたのはね高橋ジョージさんはやっぱねテレビ慣れしてるんだろうなっていう、結構やっぱ、ね、テンポが早いんですよね高橋ジョージさんが。反対にねもうユカイさんとルーさんがね落ち着いてるんだよね。これはこれまた大御所の風味があって、高橋ジョージさんがいい感じにこうね引っかき回して、それに対してユカイさんとかルーさんがちゃちゃを入れるっていう展開で面白かったんですけどね。でしかもその話の中であの宮本亞門さんのことをさ、いや亞門がやれって言うからさとかさ、亞門がさ、いや俺やりたいわけじゃなくてあれはこれ亞門の演出だからみたいな言い方するんだけど、あのトークショーの最後の方で、でもあれでしょ本人の前だとお前絶対亞門とか言わないじゃんさ、うんそうだ亞門さんって言うよっていうところがちょっと面白かったり、一番すごかったのはやっぱりルー大柴さんですよ。もう久しぶりに僕はねもうね全身でルー語を浴びましたね。あのルー語って何かっていうと、簡単な中学生でも分かるような言葉だけをこう英語に直して喋る、これがあのルー大柴さんのねもう得意なネタではあるんですけども、だから当たり前のようにこうルー語を喋るんですけれど、それが面白くてしょうがないと。いやもう今回の芝居では本当に大変な役柄だったんですけども、私身をパウダーにしてあの頑張っておりますとか、最後の方とかね結構感極まっても目からティア、つまり涙がねみたいな、見終わった後に自分の中にねやっぱルー語がね浸透しちゃってるということで、多分俺大
多分ね、ここね1週間ぐらいはこのね身についてしまったルー語がちょいちょいと出てきてしまうんじゃないかなと。コメディートゥナイト全てにおいてまあこう楽しめる作品だったなっていう感想です。普段ちょっとで疲れたなっていう時に見たら元気をもらえる作品かなと思いますので、もしお近くでね公演してる際には見てもいいんじゃないかなと。喜劇、コメディートゥナイトのお話でした。また違う動画でお会いしましょう。バイバイ。皆さんチャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるからクリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。